アーキー・ボームは、アメリカ合衆国アーカンソー州、クリフティ出身のプロ野球選手、右投げ左打ち。カリフォルニア州のフラートン・ユニオン高校卒業後、1930年にピッツバーグ・パイレッツに入団した。高校のチームメイトには、ニューヨーク・ヤンキースに入団し、シーズン中に自殺した、唯一のメジャーリーガーとして知られる、ウィラード・ハーシュバーガーがいる。ピッツバーグは、 ハーシュバーガー獲得のために、ヤンキースは、ボーン獲得のためにそれぞれスカウトを高校に派遣したが、ピッツバーグのスカウトが、ボーンの方を気に入ってしまいそのまま契約してしまったので、ヤンキースは、ハーシュバーガーに乗り換えたという経緯がある。1932年、ウェスタンリーグのタルサ球団からパイレーツに入団。1年目から129試合に出場し打率。318。 61打点を挙げる。当時の遊撃手としては、優れた打撃を示す一方で、守備はあまり上手くなかったようで、同年と翌年は、リーグ最多の46失策を記録している。1934年に打率、333でオールスターゲーム初出場、翌1935年には、385の打率を残し首位打者になった。 以後、パイレーツ在籍中の1941年まで、打率が3割を切ることはなく、また、リーグ最多の三塁打を3度、最多得点も2度記録している。1941年のオールスターゲームでは、史上初めてとなる1試合に本塁打を放った。1942年に、ドジャースに移籍。翌1943年には20盗塁で、リーグ盗塁王になった。 その後1944から1946年の3年間はプレーをせず1947年復帰。この年に現役生活で唯一のワールドシリーズ出場を果たした。1948年シーズンを最後にメジャーから引退、翌1949年にサンフランシスコシールズで1年だけプレーした。1952年8月30日。 カリフォルニア州のロストコで友人と釣りをしていた際、乗っていたボートが転覆、帰らぬ人となった。1985年にベテランズ委員会がアメリカ野球伝道入り選手に選出した。ありがとうございます。